静岡市で子どもたちに外で遊ぶ楽しみを知ってもらうスポーツフェスタが開かれました。よーい。このイベントは近年、子どもたちが外で友達と遊ぶ機会が減っていることから、静岡市の子ども会連合会が企画しました。靴を遠くまで飛ばす靴飛ばしやパン食い競争など、体を使う6種目が用意され、およそ120人の小学生が汗を流しました。普段家にこもってばっかりでこういう機会があんまりないので、久しぶりに運動できてよかったと思います。ゲームばっかり家でやってるので外に出れてよかったです。また持久走大会も開かれ、600メートルから1400メートルのコースを元気に走りました。主催者はこうした機会を親子や友達と一緒に外で遊ぶきっかけにしてほしいと話していました。